こんにちは。岩村ヤギの里から水波ひよしの希望の村に来ています。うちからね、ここでね、希望の村に来たさくらとも元気にしていました。幸せだね。こんな元あの牛小屋だったところね、ここをヤギ用に改装してもらってね、はい、こんな感じです。こういう風に、ほら、こんな風にここにさくらとももはこれからね、冬対策でいろいろ作ってくださるそうですね。もっとね、ここで牛さんを飼ってたとこなんだけど、この子たちは雨の時はここにいるけどもね、晴れたら勝手に外に出て、勝手にこの広いフィールドでスキーに草を食べていけます。本当に幸せです ね。今日はね、お餅つき大会に呼ばれています。さくら、はい、元気だね。ももちゃん、今日大変だったね。首入っちゃってね。はい、さっきまでお日様が照ってましたよ。あ、畑部のお母さんたちがなんかおしゃべりしています。さあ、これからね、山の富士神様にみんなでついたお餅を、あ、お供えしに行きます。あ、はい、村長のゆかりさんが登場です。はい、行きます。はい。